株がどんどん上がってますね。日経平均は3万3、3万3000円ですよ。3万3000円超えてきた、うん。超えるか超えないかぐらい。超えました、超えました、超えました。ああ、ということは、今日は600円高とか、そんな感じかな。はい、プラス600円ですね。はい。皆さん、はめ込まれますから気をつけてください、ね。もう、この上がり具合がやばすぎるんで、もう、いつ下がるかっていうのは、ヒヤヒヤしてますよ、こっちから見ると。わかるでしょ。ほんまに怖い怖い。いつ爆発するか怖いやろ。でね、これちょっとさっき言ったけどね、まだ株やるとかやろうとしてる人とか、そういう人たちがね、いつ下がるかわからんから、怖い怖いと思ってるうちは下がらんから、ここだけ覚えておいた方がいいよ。ああ、なるほど。怖い怖いと思ってる時は下がらない。いや、もう余裕でしょって思った時には下がるんだかって。まだまだ行くと。あ、もう日本経済最高、世界一最高、まだまだ行くぜってなった時が一番怖い。4万円台近くになったらもう危ないでしょ。いや、今回僕は超えると思ってるよ。4万を？うん。4万、今回4万超えるの？あ、じゃあ今のうちさ、お金持ちを株買っといてさ、まあ4万超えないあたりで売っちゃった方が儲かるんじゃないですか。まあそんなこと考えてる人はみんなやられますよ、大体。あ、そうなんだ。そうなんや。だからいつもいつも言ってるようにね、はい、もうやめようぜ、こんなんっていう話言ってるわけでしょ。まあ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 、まあ、そうだけど、システムでやるよ。だからね、うん、それで儲けようとか、なんとかしようとするから、えらいに合うんですよ。だからね、なるほどね、とにかく分かりやすいと、こういうね、大きな変革期ってね、はい、何にもせん、まあ、行動は別よ、この間の動画みたいな、自分の人生とか、そういうことを考えて行動していくのは大事だけど、はいはい。下手にこういう金融に手つけて動くとやられるっていうことです。ああ、要は変にお金に目をつけるなって話だね。いらんことしないってことですよ。余計なことをしないってことよね。あ、だから、もうこの時代終わってるって言ってるじゃないですか。もう終わってるの、まあね、またそんなこと儲けたいとかな。うん、はいはいはい。その株で儲けたいとかな。なるほどね。そんなこと言うとったらバチ当たりますから、みたいな。バチか。なるほど。聞いてます。で、ちょっとこの間ね、まあ、この動画じゃなくて、リアルでね、はい、まあ、何人かに聞かれたんですよ。何をですか？前々からよく聞かれるんやけども、はい、その金とか銀とかな。はいはいはい、要は資産を金とか銀とかに移転します、うん、したいと思ってますとか、はいはいはい、してるんですみたいな人からよくお話っていうか、質問っていうか、まあ、相談っていうか、はい、んよな。はい、で結構な割合でね、先物で金銀買っていいんでしょうかみたいなやつとかな。はいはいはい。で、あと純金積み立てとかな。はい。ああいうので、積み立てていったらいいんでしょうかみたいな相談があるんだ、はい、結構な。はい。で、これね、はい、先物とかあんなもんはペーパーやから、要は金買ってるようなもんやから、金出して金買ってるようなレベルやからな、はい、で僕が言ってる話は実物ですよ、だから現物、うんうん、だからその金にしても銀にしても、まあこれ、バーっていうんだけど、インゴットっていうかな、うん、この現物を確保しておきましょうっていうことですよ。コインにしてもそうですよ、うんうん、だからそのペーパーを買っても何の意味もないんで、ただの紙ですから。うん、で、まあ、あれ先物っていうのもね、その現物の受け渡しっていうのは、要は買ったら売らなあかんわけよな、はいはい、現物っていうのはね、3ヶ月とかその期限が来ると、うん、例えば金を買うと先物で、だから、はい、期限が来ると、売らなあかんわけよな、はい、だからそれ売らんと現渡しくださいと、要はこれ私も売りませんから現物でくださいと言ったって、うんうん、ゴールドが出てけえへんとかシルバーが出てけえへんとか現物がないっていうことになるし、今までもそうやったしな。でもないんで、そもそも、はい、だから現物で受けたいですっていうのもなかったら意味がないって話になってくるんで、うんうん、だからペーパー買っても意味がないですってことだけ知っといてくださいってこと。紙を買ってるのだめ、あくまで現物っていうことですから。現物のものですよね、ものですよね。ものです、ものです。で、まあ、これいつも言ってるように、インフレも含めて、やっぱり現物が強い時代になるんですよ。うんうん、で、これなんで今そうなってるかって言ったら、まあ、そのインフレもそうやけど、燃料高とかな、資源高とか。うん、はい、で、まあ、ブリックス含めて、あっちの要は資源国が強なっていってるわけでしょ、これ。はいはいはい。うん、ペーパーを発行して、無限に意味のない金を吸ってる、その西側よりも資源国が強なっていくっていう流れになってるんで、そういうことだから。はい、
だから現物っていうことなんですよ。わかりました。で、まあ、さっき前振りでそう行くと、今のやつと、それとあと、まあ、脱ドルの動きが、まあ、毎回、毎週毎週の話やけど、まあ、最後の大詰めまで来たっていう感じになってきたんで、はい。もうこれはファイナルに近いですよ。最後の仕上げみたいなところまで来ましたからね。だから、V2 の共通通貨みたいな、はい、共通の貿易通貨やかな。はい。これ、8月の終わりぐらいから9月の頭にかけて発表されてくると思うんですよね。まあ、日本のニュース、はい、日がのテレビでは全くやないんやろうけど、はい、でこれが出来上がってくるとね、これどういうことかというとね、はいはい、今ブリックスに参加していってる国々っていうのは、はい、まあ今地球上でいくと、3分の2ぐらい手挙げてるわけよ、はい、ロシアについていたわな、はい、で残り西側の我々の国々というのは残り3分の1に入ってるわけよな、はい、うん、で3分の2は脱ドルです。脱ドルですよ。ドルから出ていきます、はい、でこれね、元の根本みたいな話でいくと、その俗っぽい話でいくと、やっぱり通貨戦争なんですよ、はい、うん、通貨覇権ですわな、はい、との戦いっていうのもあったり、あとはまあ A、B のその金で世界を支配してきたと、はい、金でほっぺた叩いていろんなことやってきた、はい、特にアフリカだよな、はいはい、でそういうところの今度反撃食らってるってことよな、要は、はい、うん、でドルっていうのはね、まあ、あれを武器化してたわけよ。武器ですわ。もう分かりやすい、はい、うん。で、まあ、我々日本もそうなんですけど、その、はい、法律とかルールを作って締め上げるわけでしょ。はい。で、その法律とかルールの元になってるのは何なのかって言ったら、今、まあ、政治家も汚職で、どこの国もしょっぴかれてるけど、金ですわ、結局はな。はい。そう、金で動かされてたわけでしょ。で、この金っていうのはドルですわな。で、このドルが武器になってたわけですよ。はい。この武器を使って法律とルールを、なんていうかな、こねくり回して、人々を締めるとか支配するとか、はい、あと軍隊もそうやから、あれも金で動いてる。はい、うん、で、これが、要はドルが武器化されとったわけですよ。はい、で、これをもう、そんなに付き合ってられへんわっていうので、中東からアフリカから、ASEAN から、中央アジアから、ロシアから、中国から、全部インドから出ていったわけやな、これな。はい、うん、ということなんですね。で、はい、でね、これ、まあまあ、ほぼ仕上げの段階入ってきた、第3段階ぐらいに入ってきてるんですよ。もう最後なんですよ。でね、うん、このブリックスの共通通貨、まあデジタル通貨になると思うんですよね。で、はい、これは金が売れ付けになってますわ、ゴールドが。はい、ということは、1対1交換比率の、うん、共通通貨っていうか貿易通貨になるんで、それなりの金はどこの国も持ってるはずなんですよ、ブリックス参加してくる、うんうん。金はもう十分に保有してる準備が終わったっていうことなんですよ。はい、でその金を裏付けにしたデジタル交易通貨っていうことになってくると、はい、これね、ものすごいのはね、例えば愛ちゃん、これは動画では毎回いろんな話してるんですけど、債券あるわな、債券、はい、国債券、国で、はい、あるよね。で、はい、今のところまあ9ドルも終わっていってるっていうか、終わってるアメリカドルを買い続けてるのが日銀ですとか、日銀、はいはいはい、そうですね。うん、ですかね。はい、で、このブリックスの国々っていうのも、はい、アメリカ債券やっぱ持ってるんですよ。売ってるのは売ってんねんけどな、アメリカ国債は持ってるわけや、うんうん、ええかな、うん、でこの最後の仕上げね、僕ちょっと見えてきたんやけどね、どういうふうに仕上げるかってなるとね、はい、このブリックスのその貿易的な共通通貨っていうか貿易通貨みたいなやつが出た時にね、はい、今度はこのそのブリックス通貨の債券を発行するわけよ。債券ですね、はい、いわゆるブリックス通貨に対する国債じゃない、債券ですよ。債券、はい、要はゴールドが裏付け、金が裏付けになってるわけだから、はい、紙くずにはならんわけでしょ、金と交換できる、はい、そうですね、はい、でかな、はい、でこれをね、世界中の人々に買ってもらうわけよ、この債券を。おっていうことはね、今のドルとかユーロとか日本円とか、要は不換通貨で、不換紙幣ですわね、何の裏付けもない、ジャブジャブの、はい、これと比べたら興味はみんなあるわけよな、そっちの方が。金が裏付け。だって現物ですからね、うん。金が裏付けになってる。その通貨を持っていけば金と交換できるってもんですからね。はいはい。で、ドルもユーロも円もそれはないわけです。不換通貨がない。今も、はい、だって価格のだって何もないですからね。と、うん、いうことはね、世界中の人々とかその投資家がこの要はブリックス債券を買いに行くわけよ。ええかな。これと同時にブリックスの諸国、ブリックス拡大諸国、要は
この5カ国だけじゃない、そのついていってる国々、要は UAE とかサウジとかトルコとかあんなも含めてね、一気にアメリカ国債を売ると、最後は仕上げ、うんうん、はいはい、一斉にせーのドンで売るわけよ、うんうん、でこのブリックスの債券を買いに来ると一気に、うんうん、だもうジエンドですわ、もうドルは多分この作戦やってくると思うよ、うん、壮大なドラマみたいな。なるほどね。要はやっぱり現物のものの方に裏付けにみんな移行されるから、デルドルドルはもう紙くずだからって言っても何も価値を生み出してないわけだから、ドルは売ってドルの価値を低下させるってことか。まあ、通貨戦争なんてシナリオが決まってるわけよ。だから、アメリカ国債売り崩してくるって感じですよ。みんなが売ると。ああ、もうアメリカダメじゃんじゃないですか、そしたら。だからもう何回も言っても、僕の動画で30回ぐらい打てんで、もうダメよって。うん。それがファイナルに近づいてきたってことですよ。ファイナルステージですよ、これが。だから、完全にドルはもうやられる、ものすごいことになると思いますよ、今回は。うん。なるほどね。うん、で、まあ、その後は、まあ、多極化。まあ、ブリックスはそういう通貨、共通の貿易通貨みたいなの出てくるけども、その他はもう多極化っていうかな。うん、まあ、アメリカはね、アルキサスから出てくる新しい、あれも金、本位制、金の裏付けがある、一対一交換品、はい、新しい、はい、通貨ですからね。はい。だからアメリカをたっつき立て直していくって形になるんですよ。だから、結局今の9ドルですよ、この140円と130円、日本円単位、日本円でつけてる、こいつは完全に踏み倒されますよ、日本は。うん、だから、どういうふうに踏み倒されるのかはちょっとようわからんけど、うん、要はね、この踏み倒すってのはアメリカ連邦、アメリカ連邦政府ですから、はい、あれを形としては、この連邦政府をとトランプが新しく立ち上げていくアメリカ共和国みたいなもんとの戦いみたいな構図に持っていけばいいわけよな。はいはい、うん、ってなるとアメリカ連邦政府はなくなりましたと、壊れました、壊されましたと、うん、外国の傀儡政権ですわな、あれアメリカ政府、うん、連邦っていうのは、うん、連邦政府っていうのは、であれはなくなったのよと、潰されたのよと、アメリカ国民によって潰されましたと、うん、で新しいアメリカが立ち上がりましたって言ったら、この債務ですわな、アメリカの債務です、うんうん、これはもうその取り立てしようがないわけよ。うんうん、だって価値がない、相手がおらん、価値がない、うん、そうだよね、うん、まあ、この作戦でいくんか、あるいは為替をアメリカドルを大暴落させて、うん、円ドルで20円とか10円かな、うん、したらもうこれ踏み倒しと一緒やわな、もう、うん、だからどういう形になっていくのか分からんけど、どっちにしてもハードランディングですよ、今回は。アメリカ、ヨーロッパ、日本は、うん、アメリカとヨーロッパは特にハードランディングしますよ。もうなんかごちゃごちゃになって終わっていくみたいな感じだと思うわ。だから、まあ、さっきも言ったように実物、現物っていうのはキープしておいてくださいっていうのはこの動画でいつも言ってることですよ。でやっぱり一番怖いのはその危険っていうかな、一番今の状態で危険になってくるっていうのはその法定通貨ですかな、うん、ドルとかユーロとか円とか、これが一番危険っていうことです。現物のお金がどんどん危険になってくるってことで、現金が一番危険ですよ、現預金ですよね、うん、これが一番危険な状態に入ってきたな、やっぱりな。まあただその前の動画でも言ったけど、ある程度ストックしたらいざとなった時にね、その停電やとかなんじゃかんじゃあるやろから、ネットが遮断するとか、はいはい、そういう時は現金多少は確保しとかなあかんやろけども、必要以上なものを持っとかないってことですよ、最低限のものね、うん、それはこの動画でいつも言ってるように自分へ投資してしまうとかな、この前回の動画のように自分でやりたかったことへ投資していくとか、不動産で運用するとか、うん、余計な現金を持っとかないってことですよ、これはもう間違いないですよ今回は、うん、そんな感じになってきましたよ、うん、だから物とかなんだろうな、他のもの価値があるものに関してお金をその交換するってことですね。紙、そういうことです、そういうことです。まあね、我々日本人っぽい人って今までってそんなね、なんていうかな、その金塊抱えてよその国に逃げるみたいなことってあまりなかったわけなんで、馴染んでないと思うけど、うん、まあまあ昭和20年の敗戦もそうやし、その江戸からね、幕末から明治に変わった時もそうやったし、やっぱりその通貨っていうのは一回変更する時っていうのはね、召し上げっていうか、まあそういうことに来るんでな、うんうん。まあね。うん。だから、ね、まあまあ、そこら辺はね、まあわざわざ取られる必要もないんだよ。うん。そうですね。今も犯罪金も払ったし、社会保険も厚生年金も払ってんねんからな。うん。いいね、こんだけアホみたいに税金取られてんねんからな。わざわざさらにそんなことしてあげる必要もないわけでね。う
そこは自分でやっぱ考えて、実物っていう話をしていくと。うん。なるほどね。で、まあ、できるだけ、まあ、その法人なんか持ってる人やったら、不動産なんかやるんやったら、まあ、できるだけ法人でやっといた方がいいですよと。うん。個人の場合はね、やっぱり、なんかね、財産税的なもんで、いちゃもんつけられたら、やっぱりね、個人やったら得られる可能性、まあまあ、相続税も含めてないけどな。そうね。個人で持ってると、やっぱりどうしても相続っていうのがあるんで、うん、できればまあ法人で抱えておいてもらった方が逃げ道はあるかなと思う。それとあともう一個、これ毎回この動画ではいつも言ってるけど、もし借金抱えてる人がおられるんやったら、借金は返さん方がいいよ。今回は慌てて借金は清算しないってことですよ、この状況は。一回ご破産になるっていう可能性があったらガッチャンコできるから、できるだけ借金は返さない、まあアドバイスとしてそんな感じです、はい。まあそんな感じでいよいよこの通貨戦争ファイナルに近い、あの最後にまで来たなって感じですよ。だからブリックの、あの新しい通貨、連合通貨みたいなやつな、あれが登場したと同時にアメリカ国債一気に売り上げせられるのも終わりですよ、これ。そんな感じですよね。ありがとうございます。ここだけでももう十分この動画はい終わりですってできる。皆さんで役に立ちましたね。いや、まあまあ、あの役に立ったたった10分ですけど役に立ってますよね。今日はですね、まあいろいろとこの間の行動っていうので再生数それなりによくって皆さん見てもらえてるので、またちょっと分かりやすいというか、すごく僕の中でも疑問に思ってることがすごくあって、まあ宇宙とのつながりともちょっとあの関わってくることなのかなと思うんですけど、テーマとして話したいのは、このチャンネルってまあほとんどの人は経営者に向けての発信だと思うんですよね。経営者だったりとか、で経営者ってみんな神事だ、神事にすごく熱心にやるじゃないですか。神様に手を合わせたり。ああ、髪の毛、ヘアスタイルじゃなくてな。私、違いました。神様ね。点々の神様ね。神様。神様のね。要は神様に対してすごく拝めるのと、まあ皆さん、そういう神を大事にするじゃないですか。経営者のほど、うん。お金を稼いでる金、経営者のほど。みんななんでその神とのつながりって何なのかなっていうところをすごく話したいなと思ってて、まっちゃんって宇宙の法則、宇宙の中の一つだっていうふうに話してるとか、そういうふうに前話されたじゃないですか。法則的にはその全てが死に向かっていっていくっていうふうにもおっしゃってましたけど、じゃあ逆にそのなんで経営者ってそこまで神を大事にするのかなっていうのがすごく疑問になってて、まあ僕もあの一応は経営者の一人でもあるんで、やっぱり神様に手を合わせるってことは精神統一の面でも、まあ、意識を統一させるのも大事だなっていうのをやってますけど、ただ具体的になんでそうやってるかなっていうのがすごくまたぼやっときたなこれ。いやでもすごく疑問に思う人多いと思うんですよ。ググるとですね、ググるとですね、なぜ社長はその神を、神社をよく参拝するのかっていう記事とかをですね、日経さんが出してると読んだりするんですよ。そしたらですね、社長は、社員とお客様の協力先の集合意識をですね、神様になんかやってるとかね。まあまあ、それは、そこ、今の話は今な、集合意識的なもんですよ、日本集合意識だったりとか、まあ、神様イコール社長だから、その神様のところ、神社に集ってみんな手合わせるみたいな、そういうこと書いてあるんですけど、いや、まあ、どうなのかな、みたいな。オッケー、わかった。あいちゃん、毎回これ、俺、これ、視聴者、いつも見てもらってる視聴者さんに言うけど、これ、ぶっつけ本番でこういう質問来るからな、これ。俺、答えも結構大変やねんけどな、これ。いや、でも、まっちゃんであればいけるかなと思ったんで、ぶっつけ本番。だから、これ、見てる人、ちょっと思ってよ、この作業を頑張って答えてんな、これ、と思って、ちょっと感心してもらわないけどな、今からやる。いや、もう本当に、でも、ね、やっぱ集合意識や、神社は共同体の発展の願う場所で、まあ、集合のシンボルであるとか、でなぜ人は神様に死ぬのかというと、毎日の感謝を気持ちを神様に伝えることでとか、そういうことが書いてあるんですけど、いや、まあそうなんだけどみたいな。まあまあ、日本人的な感覚でいくと、そのまさに集合意識ですよ。で、あえて一神教でもないしね、で自然が神だでもなけりゃ、まあまあ自然が神っていうのに近い部分はあるけど、で万物が神だ的なもんもあったり、だからぼやっとしたもんなんですよね。ただ、一個だけ言えることは集合意識っていうことは波動的なもんですよ。だから波動ですか？なるほど。もっと目に見えない波動的なもんっていうか、その、まあ俗っぽい言うと気の流れっぽい話。はいはい、まあ俗ですね。はいはいはい。精霊とかね、言霊とか、ああいうのもやっぱり日本人独特の感覚なんですよ。
はい。だから、これはこれで、まあまあ、はい。まあ、それ正解なんでしょうっていうのは思います。これは後に回すわな。でも、ここは正解ない。ここっていうのは、正解も不正解はないけど、まあ、それが一番うまく世の中収まるんじゃないのぐらいの収ま感る。じ。なるほど。で、世界的なところで見ていくと、やはい。っぱり、そのユダヤ教にしても、そのはキリスト教にしても、い。で、イスラム教にしても、この動画はい。では1回目か4回目のお話、同じ話になるけど、はい。はい。やっぱり一神教なんですよ、世界的に見るとね。はい、うん。で、まあ、ユダヤ教にしたらヤハウェとかな。で、キリスト教やったらイエス・キリスうんうん。ト。はい。で、イスラム教の場合は、アラーの神か。あら、はい。ね、で、まあ、そうやって見てる、神は一人だってことはないんよ。やっぱりね。でね、ちょっと話、余談にそれでいくけど、今、この世の中で起こってることって、もう過去のそのローマ帝国が滅んだ時の時代もそうやったんですけどね。そういう王族とか貴族とっていうか、豪族っていうか、その権力を手にした人たちってね、今も同じことが起こってるんですけどね、あの人たちってね、神より上だって思ってるんですよ。神より上ですか？なるほど。で、神より上になりたいというか、神が俺の上におること自体が許せないと思ってる人たちなんですよ。これブログなんかでちょこっとたまに書くんですけどね、本当におるんですよ、これ昔からこれやってるんですよ、ずっと。で、その要は、そのキリスト教ですよね。特にキリスト教を憎んでるというか、ありえないと思ってる人たちって結構おんのよ、西洋社会に。こういう権力持ってる人たちって。で、表向きはこの人たちも一応キリスト教ですってやってんのよな。でも元は違う宗教やったりするわけよ。宗教違う、その前の宗教ですわ。キリスト教の前の。で、イエス・キリストが自分のより上の神だっていうことを許せない人たちってね、どういうことかっていうとね、例えば今回の LGBT ってあるよね。だって端的に分かりやすく皆さんにお話しするとね、あれ何をやってるかっていうとね、神は、まず男を作ったわけよな。地上にアダムを作ったわけよな。で、その後にイブが作られたわけよな。女ですね。で、まあ、その前の神話っぽいやつなんかでも、まあ、男が土から誕生して、要は土を神様がこねくり回して人間にして、その次はまた土から男を作って女を作った。これが神話っぽいやつですよ。これ、まあ、日本の古事記とか、そういうもんでもやっぱ同じなの。それアルバムちょっと形違うけどな。天地創造してから人間を作られたってやつですよな。でね、この LGBT って分かりやすく何をやろうとしてるかっていうとね、要は人を作ったのが神やと。この男と女を壊したいっていうのが、神より上に来た人の、上に降りたい人たちの考えなんですよ。分かる？言ってる意味。ちょっとね、我々には理解しにくいと。だから、神が男と女を創造されたんだったら、男と女なんて壊してしまえ、みたいな。こういう意識持ってるんですよ、本当に。わかる？言ってる意味。なんか男と女っていう概念をなくせってことでしょ？だから、神の創造されたものをことごとくぶっ壊したいっていう。本当にいるんよ、こういう人たちね。まあまあ、これ余談になったけどな。LGBT ってそういうことなんですよ、あれ。そうなんだ。元 LGBT。はね、元はそこにあるんですよ、根源はね、やっぱり。だから、その伝統文化をぶっ壊すとか、途中にはそういうことあるけども、元の根源は神の創造されたものを、俺たちの方が上なんやから、それもひっくり返せるぜっていう意識を持ってるわけよ。わかる？言ってる。なんとなく。そういうこと、まあ、余談置いとくわ。でね、要は一神教ですと。で、要はあれってどちらかというと、戒律的なもんがあってかいりね。的な。キリスト教もユダヤ教もイスラム教もそうやな、戒律的なものがあったり、あるいはその国税っていうか、その国をこう作り上げていって、何かまとめていくときには、その憲法とか法律みたいなのもあるわな。あれはやっぱり聖書とか聖典から引用されてるようなことがやっぱ多いんですよね。要はだから、法律ルールよりもどちらかというと聖典とか聖書的なものの方が軸になってたりするよね、やっぱり。大事なものってね。だから、どちらかというと、ああいう一神教っていうのは、戒律みたいなもんが強い。律令制度みたいな感じっていうか分かり、法とか戒律みたいなのもとに国とか民が成り立ってるっていう考えですよ、あれは。だから我々とは全く違うんですよ、日本で。
日本人っぽい人って、例えば国を運営するにあたってもね、僕この動画でも何回か話してるけど、政治とか役人とかいらない国なんですよ、日本って。なるほど。はい。だいつも言ってるように治安もええしな。はい。こんな変なことでするやつもおらんし。そうですね、おっしゃる通りですね。で、そもそもみんな仲良くやっていきましょうやけど、はい、変なことやるのが政治とか役所がこねくり回す。余計ややこしになってるわけですよね、大体。はい、変なルール作るから。だからこれもなくなってもやっていける民族性っていうかな、日本の場合。はい。で、一神教的なもんっていうのもあんまなじまんのよ。うん、なるほど。いつも言ってるやん、はい、その聖書に出てる殺すなかれとか盗むなかれとか、はい、犯すなかれとか言われんかってもそんなことしませんみたいな世界にあるから、はいはい、だから日本人的なその信徒っていうかな、まあ、仏教もちょっと混じってるけど、はい、やっぱり自然というか金というか目に見えないものへの信仰ですよ、はい、だからその元の根源はどこにあるのかって言ったらこの動画で前に言ったけど、あいつはやっぱ太陽ですよ、太陽神っていう、日本の太陽神、うん、やっぱ太陽を拝んでた国なんでね、もともとが、うん、縄文から含めてね、太陽がお天道さんって言われてるぐらいなんで、はい、あれがそのやっぱり、なんていうかな、神じゃないけども、この世を、この世の万物っていうか、この世の生物っていうか、はい、生き物っていうのをう守ってくれてるもんだって、これ事実やと思うんですよね、うん、動物から、虫から、虫さんから、うん、全部ね、はい、水もないわけやからな、太陽だったら。はいはい、だから、まあ、太陽神っていう元におったんで、やっぱ自然なんですよ、日本の場合は。自然。はい。自然というか、目に見えない、気的なもんですよ。はい。うん、波動的なもんって言ったらいいんかな。はい。うん。だから、愛ちゃんの質問的な経営者はなんで、そんな神棚、神棚、俺のとこも神棚置いてるけど、家にも、ここにも、会社にも。なんで神棚があるんだみたいな話。そうですね。はい。いや、ただ、それは自分自身を清めてるって感じだと思うよ。あ、自分自身を清めてるってことですね。で、自分自身の心を整えてるって感じですよ。どちらかというと、その一神教と違って、神様お願い助けてくださいみたいな発想ってあんまないと思う。それはたまにな、うん、なんか神社行って受験が、お札買って受験が受かりますようにとかな、うん、たまにそんなことやってる人おるけど、はい、あんまりそれっていうよりも、うちらの自分を清めるというか、整えるっていう意味ちゃうかな、うん、日本の場合の神道とか仏教っていうのは。なるほどね。なるほどね。だから多分に違いますよ、一神教とは。うん、なるほど。海外にあるものと日本が持ってるような神様に対してる印象っていうか、は違うってことですね。いや、それはそうでしょ。な、あいちゃん、例えばね、今、キリスト教の人、外人さんが、まあ、例えばおってね、うん、あの聖書のことはこうだこうだって方はお前聖書知ってんのかね、あいちゃん聖書読んだとしょうや、はい、で聖書こういう聖書ってこういうもんなのねっていう話してたりして、うん、じゃあ日本は日本の神は誰なんだって言われたらあいちゃんなんて答える？自分の神はそこそこにいる、あ、いや違うな、それは違うな、なんて答えるんだろう。いやいや、こういや考えなくていいです。あいちゃんやったらなんて答える？普通だったら僕は普通に神様は、まあ、今拝んでる、この、ここにいる人だって、自由に言うかな。うん、だから、いや、こういう話って結構すんのよ、外人ってな。ああ、なるほどね。はいはい、はい。でね、これね、説明するのめんどくさいんですよ、いち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 、そんなこと。うん、めんどくさい、めんどくさい。うん。うん、でしょ？だから、うん、俺、外国、釣りそこら中、世界中行っとってね、やっぱたまにこういう話すんのよ。お前のところ大統領。とかな、大統領がどうとか、お前とこのエンペラーって皇帝やな、天皇さんのことですよ。どやとかあやとかな、うん、たまに釣り以外の話でも、なんかこんなわけのわからん、お前んとこの、その、なんだ、お前の神は誰だみたいなこと言われるわけや。うんね、俺の答え、いつも答えるのは、お前の神は誰だって俺答えるのは俺やっていつも言うわけ。俺だと、ああ、なるほど。日本人の神様、お前らの神様は、なんていうと、どう、誰だと聞かれるわけよ。はい。だから、ほんなら俺の神は俺だっていつも答えたんねん。ほんなら松谷は、ゴッドかって言うから、俺がゴッドや。いや、ほんならみんな、お前のことをみんなゴッドって呼んでんのかって言うから、誰も呼んでないって言ったら、あみたいな顔するから、俺のことをゴッドって呼んでんのは俺だけだみたいな。あ、なるほど。意味分かる言ってることは。なんとなく分かりますけど、俺だって言うんだ、言っちゃうんだと思って。だから、ね、もう神様、人それぞれみんな違うわけよ、日本人の場合って、意外と。ね、違いますね、確かに。具体的な神様おらんでしょ？ないない。具体的にこれだっていう神様いないっすね。はい。なんと？はい。
だから自分が心の中に持ってるものが神だなんやから、自分、じゃあ心の中に神様を作らないといけないですね。じゃあだから自分の精神的な内なるものを清めるとか、内なるものをこう整える的なもんが我々の思ってる神ですよ。なるほどね。はい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 。すごい原稿ができてますね。これが神棚とか神社とか、はい、そういうものをこう手合わせるとか、あれそう。おもろいね。多分。だから、おもろいな。神社に手合わせて向こう側にこの偶像的な神様おらんでしょ、なんか形の。いないんですけど、みんな手合わせるじゃん。何に対して自分自身の方に手合わせてね、内鏡みたいなもんなのかな。そうそう。だから自分に対して、あれは日本人的な感覚でいくと。なるほどね。確かに日本人って代表的な神様いないですからね。まあ確かに地方にはいろんな神様が宿ってますと。で、みんなそれぞれに、それぞれの神様を慕ってるじゃないですか。まあ確かに、地方によってね。ただ、ね、ただ神って言ったって、日本の場合の神様って、ああしなさい、こうしなさいとか、戒律とかルールとかっていう神様違うでしょ、盗む中で。違う。だから、その神道とか仏教って言っても、奥の奥をたどっていくとね、そのもうこの動画ではっきり言うけど、統一教会とかな。うん、あれ、統一教会なんていうのはあれ、キリストやもんな、キリスト教は。うん、言うけどね、この動画では。もっとあんだけ叩かれてるからええやろ。うん、で、あれってね、結局、はいはい、キリスト教ではなくて統一教会教みたいなもんですよ。だから、うん、その、壺を買えとかな。で、はいはい、こういうことするなとかな、はいはいはい。で、こういう人と結婚せえとかな。そんな戒律は難しいって分かるでしょ、はい、これ、どう考えたって。なるほどね。はいはいはい。で、あと、まあ、その、なんとか学会とかな。仏教やったら、日本にはなんとか学会あるや、公明党のな。はいはい、で、こんなんも、その、あれもに、どっちかって言ったら、仏教って本当はああいうもん違うんで、その仏教の元の根源っていうのは、ああしなさい、こうしなさいじゃなしに、真理を説いてるだけなんでね、この動画では何回も言ってるけど、ただ単にこの宇宙の真理を説いてるのが、あの仏教なんですよ。ブッダの教えなんですね。はいはい、で、あの、その公明党がやってる、なんとか学会みたいな、あの日蓮だわな、あれ。はい、ただ日蓮教ですよ。あんなもん仏教でも何でもないんで、はっきり言って。ああしなさい、こうしなさいとかな。何名なんとか、何話、なんか大亀とか。だかあれは作られたもんなんで、ただ単にな。まあまあ、はい、元の仏教の根源っていうのは、その教えはないんですよ。真理なんですよ。はい、この宇宙の真理を説いてるだけなんで、うん、一つのその神的なものというか、そういうのを信仰しなさいっていうのは、はい、これは、おかしな話って分かるでしょ。だってどう、うん、分かる、おかしい、おかしい。一つのことを信仰するのは人とれたり違うし、日本人なんて特に違う。だから信仰しなさいって始まった時点でもうこれは怪しいもんやと思わなあかんわけ。どう考えるかな。で、この信仰させるっていうことはある意味法律とかルールを作れるわけですよ。戒律をそこで、うん、そうでしょう。だからその戒律を守らん人は悪になるわけでしょ。うんうん、だからここで敵と味方の対立構造がまたできるわけでしょ。そもそも神教とか宗教的なもんってね、まあええとこもあるんですよ、ええ面もね。ただね、はい、その対立としてはええ面あんねんで。ただ、多分に過去の歴史を見ると、争いも起こるんよな、宗教で。要は自分のところの宗教と相手の宗教と敵と味方になってまうわけよ、これ、ほんと。だから、拝んでる神が違う、信仰してる神が違うわけやから、うん、違うこと言われればそれは違く感じちゃいますよね。宇宙的なところから見るとこんなおかしい話ないって誰が小学生で分かるやろみたいな、うん、騙されてませんかみたいになるやろ分かる、言ってる、ね、言ってることはごもっともだと思います。はい、だから最終的な意味合いでいくと宇宙信仰じゃないけど真理、宇宙の真理を悟るっていうか知るっていうことが最終的には神を知るっていうところにたどり着く。だから僕いつも言ったように天とつながる的な話になってくるってことですよ。これどう理屈で考えたってそうならざるを得んでしょうよ、宇宙法則でいくと。だから地球は一つであるし宇宙も一つであるっていうのが原則やと思うんですよな、うんうん、それを分裂とか分離しているように我々は見えてるだけであって元々の根源は一つのはず。一つの地球球体ですからね、うん、いやいやいや宇宙そのものも一つやと思うんですよ。なるほどね、で人々とか草木、動物、虫、うん、とこれも一体やと思うんですよ。そもそもの宇宙、ね、ただ分離してるように見えてるだけって感じであって、なるほど、でそれは形として分離してるように見えてるだけであって、意識と、要は集合意識ですよ。なるほど、うん、これは元の根源はたった一つしかないはずなんですよ。はい、
だから、そこに神教とか変な神がおるっていうのはありえないんですよ。うん、で、これでいうことはどういうことかというとね、宇宙の創造主が神であるとかな、うんうん、そういうような話になってきたりすることもあんねんけど、意外とそうでもなくて、はい、宇宙の創造主っていうのは僕はおらんと思ってるんですよ。なるほど。うんうん、じゃあお前偶然に宇宙がこんなもんいきなり成り立ったんか出来上がったんか、うん、って言われたらいやそうでもないと。じゃあそのなんでこんな宇宙的なもんで出てきたん出来上がってしまったんって言ったらやっぱ波動的なもんとかね波動的な、うんうん、波動的なもんとか意識的なもんですよ。じゃあそれが人間の意識なんかって言われたらそうでもなくて、うん、宇宙的な意識っていうのがあるんですよ。宇宙的な意識、なるほど、うんうん、だからそれは我々が思ってる人間の意識みたいなもんじゃないんですよ、うん、なるほど、うん、要は小さな何か、細かく言うと粒子とか原子とかいろいろあんねんけど、ちっちゃいところから何かが分誕生した時でやっぱり意識を持ってるんですよ、やっぱり、はい、がこういう宇宙をバーンと作り出していってるって感じだと思うんで、でそれが言ってるように過去から未来へ流れてて順番に新しく入れ替わっていってますじゃなくて、はい、一気にできてると思う。それも何億年前も何億年後も一気に同時に出来上がってるはずなんで、ね、なるほど。その各レイヤーに私たちがたまたまそこを観察してますみたいなだけの話なんですよ。だからって考えるとね、詰まるところどういうことかっていうと、まあ、虫さんも草も木も花も魚もアリさんも土も石も全て水もそうですよ。全てが神やっていう感じですよ。神。神。うん。それぞれがみんな神。神。神様。神というか、うん、神じゃなくて宇宙の子っていう感じ。宇宙とつながってる。はい、うん。神というより宇宙とつながってるところですよね。はいはい。うん、その宇宙とつながってる意識、感覚を我々は忘れてしまってるっていうことですよ、今。なるほどね。うん。それを取り戻していくのが今からの時代って感じになってるんですよ、今。なんとなくちょっとぼやーっとしたから、今日また難しいから再生数もいいかも。まあ、伸びないけど、ただ神様というのが、一番思ったのは、日本っていうのは、慕う神っていうのはそれぞれ皆さん違うから、それをいわゆる神様を宿るとそこに集まることによってそのそれぞれの意識を統一させてるってことだよね。うん、そういう俗っぽく言うとそうなるかな。そうなりますよね。結局のところ僕がやっぱりその質問したのって、なんでこうみんな経営者って拝むのかなって。でも結局あの神様にすがうことによってその人の方向性が筋道は通っていくからやんないといけないけど、ただ、キリストとかそっち方面と違ってそれぞれの神様は日本人は持ってるから、だからそこにいて歯車を合わせてる感じかな。聖者はなんで神棚とかその神社によく出るのかみたいな話。そうこの答え話でいくと、うん、やっぱり何個の動画で何回見ても経営者孤独ですよって言ってるっていう話かな。うん、そうですね。経営者ものすごい孤独ですよと。はい。そらそうやからな。だってな。うん、孤独ですね。ただ孤独の戦いですからね。少数派やからな。やっぱ、はい、だからそれ神頼みっていうわけじゃないと思うよ。ただ、神頼みっていう意味合いじゃなくて、意外と経営者の方が神頼みませんから、自力で行こうとする人やな。だから、うん、自分で道を切り開こうとするがゆえに、自分を清めるとか、自分を整え、要はさっきも言ったけど、整えるっていうことをやってるってことですよ。そうだね、うん。で、整えるってことやってるのと、あとは業種によってはね、仕事の内容によっては、経営者さんって意外と、まあ、社員さんとか普通のそこら辺の人と比べると、汚れる行為もやってるわけよ。やっぱりお金扱ってるわけよ。通貨扱ってるわけよ。はい、ダイレクトで。はい、うん、で、ある意味、勝負せなあかん時ってあるわけよな。そのやっぱ、市場原理の中でいくと。資本主義でいくとな、うん、ってなってくると汚れやすいっていうのは汚れやすいんですよ、そこら辺のサラリーマン、うんうん、だからそれをまた清めて整えてるという解釈でいいと思うよ。だからこれどういうことかって言ったら、昔の武士が一緒じゃないですか。あの人たちやっぱり何かあれば人の首刀で切り落とすわけですから、はいはい、侍ですよ、はい、でやっぱ侍っていうのもこういう神棚に手を合わすっていうのは欠かさんっていうのと同じですよ、結局は。そうですね、道理に反することをね。で、農民の人たちはお天道さんに手を合わせてるってことでしょ、うん、それ分かるでしょ、うん、農業の人たちはお天道さんに手を合わせて、侍は神棚に手を合わせてるわけですよ。はい。汚れた自分の体をまた清めて整えてるってことですよ。経営者も一緒やと思うよ、これ、感覚的には。なるほどね、で、侍も一緒で孤独やと思う、やっぱ。やっぱり経営者は本当にそうなんですけど、やっぱり神社とかにみんな集まってくるし、ね、何十億何百億持ってる人たちがみんな集まってきますから、神社の方に。だからそう考えると、なんか
ね、すげえなと思いつつ、なんでそこまでみんな神社を信じるのかなっていうふうに、すごい疑問に思ったんですけど、結局は孤独なんですね。まあ、信じる信じんで、信じたらあかんような神社も多いで。まあ、そうね。とは言わんけど、具体的には信じたら、いや、あのね、気の流れで分かるよ、そういう感覚を持ってる人は、うん、なんかこれ違うなっていう神社って多いよ。うん、とりあえずなんか作っただけみたいな神社って多いよ、ほんと。だから、全然有名でも、誰も来えへんような神社でも、この気の流れがすごいとこってあるんですよ。まあ、エネルギーがすごいことはありますよ。ここでやると何事もうまくいくっていうエネルギーの。迫力あるエネルギーとかあるんでね。ありますよ、それは分かります。集合体ってのは分かりますよ。あの、行った瞬間に、もう開けた瞬間に分かるんですよね。パーってね、うん、まあだからね、ただ多分にその神社っていうのも多分に祭祀っていうかね、民衆のガス、昔はガス抜きっていうかな、はい、お祭りっていうかな、なんかそういう類のもんに結構使われてたりするし、はい、みんなが集まる場所っていうのかな、そうですね、はい、そんなような形で開放してるって、まあまあ今もその流れ続いてるけど、はい、うん、神社っぽい感じで自分でも作れると思うよ。だって自分で家の庭にとか。今日何の話しとったっけ、まだわけわからない。だからなんで経営者は神社に行って手を合わせるのかって、みんな集まるのかって、神社を伝うのかって、これを衰退するのかって、こうね、普通に疑問なんですよ。疑問だったんですよ。まあ僕も。答え出たやんか、でも。うん、答え出ましたよ。はい。うん、いや、清めてる、整えてる。僕自身もなんか偶然ながら、こう、まっちゃんとやってる中で、今度は神社の仕事が入ってきまして、神社のことをやるんですよ、今度。で、すごく感じてて、で、静岡で、神社関係でサポートすることになったんですよ。で、その時に経営者の人がみんな集まってくるんですよ。不思議で不思議で、なんでこんなに経営者が集まんのみたいな。って言ったら、なんか今日話してて、すごくすっきりしましたわ。本当に。神様ごとなんだなって。そんな大した理由はないと思うよ。やっぱりそういう整えというか、はいはい、流れとか、その目に見えない波動的なものをやっぱり理解してるっていうか、はい、じゃないと経営者ってやっぱり、だから思い通りにならん局面にぶち当たったりすることがやっぱ多いんでね、経営者って。みんなこうね、こう合わせてこうやってやってこう広がるというか、ネットワークを広げてるからすげえなーと思ってて。うん、まあ、あと、人によっては感謝の気持ちをそこにこう込めてる人もおったりするんちゃう？そうですね。だから、本当にいろんな方がいらっしゃって、すげえなと思いました。うん、まあまあ、今日はそんな話の程度ですよ。別にそんなややこしい話でもなんでもない、ね。そうですね、うん。まあまあ、まあ、この先はじゃあどうなのって言われたら、こういうその日本的なその神様的なもんってどういうもんなのっていうのを、やっぱ世界に広げていく番やし、広がっていかなあかんし、逆にそうならざるを得んかもわからんな、今回は。あとは、すごく思ったのは、この前らの行動にもつながる話だし、行動するなら、やっぱりそこら辺きちんとその清めるというか、その自分の精神的もそうだし、やっぱり物事をきちんとやらないとずれていくよねっていうのはすごく感じますよ。やっぱりその、うん、結局みんなつながってるってまっちゃんおっしゃってるじゃないですか。で、結局その天から天っていうか、その宇宙から全部つながってるというのであれば、そこのこの一部として神様っているわけだし、神という存在がいるわけだから、まあ、そこをうまく、なんだろうな、そのバカにしないでやった行動した方がいいよねっていうのはすごくあると思います。なかなか神社行かないっていう人もいるし、まあそれ行く行かないはそれぞれ人の自由ですけど、ただ今の理屈を言ってくると、やっぱり精神統一っていうのは絶対必要なことだし、やっぱりきちっと自分の神様っていうのは持たないといけないし、でそこを拝む人はあるのかなっていうのはすごく感じましたね。うん、あのね、うん、次のね、まあまあ、はい、新しい時代っていうか、まあ、次のステージっていうか、これ世界中の、はい、まあ、日本が中心になっていいから引っ張っていく形になるやろうけどね、はい、どういうことかっていうと、天ですよ。要は、はい、天からそういうエネルギーが降りてくるっていう感じなんですよ。はいはいはい、はい、まあ、天からね、そうね、そうね。頭のてっぺんに向かってね。はいはいはい、その降りてきたエネルギーを自分の権力とか支配とか、はい、王としてな、王様として、はい、王様としてね、はいはい、力を使わせてもらいますっていうのが、どちらかというと大陸的な発想っていうかな、うん、どちらかというと、まあ、古代中国なんかもそうなんやけど、天から降ってきて頭のてっぺんに突き刺さったこの波動的なエネルギー的なもんっていうのを、大地というか土というか、はい、
水というか、そういうところに作物として実らせるっていう、なん感覚的な。おっしゃったことが分かってます。はい、だから、満期違うんよな、だから、天から降りてくる、その天系から降りてくる、そのエネルギー的なその力というか、まあ、呼び方がちょっとなんて言うたんかな、そのピューって降りてこんのよ、本当に。だから、それはある意味ではメッセージじゃないですか。そのメッセージだったりとか、更新だったりとか、やっぱり結局人間っていうのは結局、ああだこうだ言いつつ、その、つながって、宇宙とつながってるわけじゃないですか、誰しも。誰しもね。誰しも宇宙からつながってるわけだから、そのつながってるやつを単純にそれを自分を極めることによって、受信できるような状態にさせるんじゃないですか。受信装置がな、はい。押してないよな、結構、近代だから良くないんですよ。受信装置が誤った方向に行っちゃってるんですよ。だから、それを清めるために神社なんですよ。どう気がする。どう言葉で表現したいか、あのね、あれじゃんな、はい、頭、頭でね、結構考えるんよな、こういうこと。頭じゃないんですよ。要はもう、感じるんですよ。ね、そう、これ感じるんですよ。どう言ったらいいか分からんのよな、この感じが。あのね、感じるというか、直感、それをいわゆる言語化すると直感なんですよ。あの直感と経験則なんですよ。だからいろんなものをやって、いろんなものって体で感じて、こう、勝手に動くことっていうのはその通りなんだろうなと思います。だから、はい、頭でどうしてもこう考えてしまうと、どうしても行動様式みたいな、なんつって行動様式っぽいものになってしまうんですよ。そうね。だから、なってしまうよな。だから、どうしても自由にはなれないっていう感じになっていく。なりますね、そうですね。はい。だから、もうそもそもこの天からの降ってくるエネルギーには抗えませんぐらいの感じですよ、分かりやすいような。その通りにさせていただきますみたいな。はいはいはい、あ、ある意味ね、ある意味こういう感じじゃないじゃん、委ねますって感じです。おっしゃってること分かりますよ。お任せしましたみたいな。はいはいはい、そうですね。はいはい、でこの感覚は知っておいた方がいいよ、でも絶対。ああ、絶対知っておいた方がいいと思います、僕も。はい、うんうん、この、うん、これがあるのとないのでね、本殿の差みたいな。最後はお任せしますってあったら、もう悩みも何もないからな。うん、でもそうするとなんか人間だから、本当にそうすると何事もうまくいくんですよ。だって、あいちゃん言えたらじゃあお任せしますで最後終わるわけやろ。うん、あとはなるようになってくださいみたいな。そうそうそう、そう。最終的になるようになって、その方針で一生懸命させていただきますよろしくお願いしますですよ。で、その受信装置さえあれやね、なんとかなるんよ、これまた。うん、だから全部つながってるから、ちょうどよかったかなと思って神社の話したんですけど、まあ、よかったですと、もう、あさって静岡でちょっと一日行かないといけないので、いや、もうすごくその受信装置をちゃんと準備していきますわ。その神社の人にこれを動画見せてあげたら、まあ、もう見てます。多分これこういうことやってますって見てます。みんななんか変わってること言ってるやつよ。言ってますよって言って、だから話しますよ、その話。で、その人とも今度違う神社の話のトーク動画を、僕じゃないんですけど、タレントさんと一緒にやるんで。まあ、でも前にもお話ししたけどな、あいちゃんな。はい、はい。この手の話ってね、言葉にできないんですよ。いや、言葉にでかくなくても、もうあえて言葉にしようとする行動が大事なんですよ。じゃあ、でも。言うけどね、この手の話ね、はい、まあ、この動画見てる人にちょっと言うけどね、この手の話をきれいに言葉でね、語れる人ってね、それちょっと嘘っぽいよ。その無理やもん。いないですよ。だって、それは自分で経験したいとその言葉出ないですよ。経験するとそうだよねって話ですけどね。言葉が見当たらないんですよ。当てはまらないんですよ、どれも。うん。だから神はお前の神やないやんって言ったら俺やって言う。もうそれで終わりやみたいな。めんどくさい。まあね、だから、まあまあ、とりあえず自分を信じろってことですよ。自分を信じるために、信じて、行動して信じ抜いていくためには、やっぱり最後はね、もう宇宙さんお任せしましたっていうのが一番ええわけですよ、ですね、やっぱ。そうですね。そしたら、これが最大の味方ってことですよ、もう。本当そうですね、これ以上の味方ないでしょ、もう。ない。もう宇宙さん全てお任せします。もう多分見てる視聴者がどんどん混乱しちゃうんで、まあ、でもこれ以上の見方はないよな、どう考えても。ないです、だから。多分宇宙とプーチン戦ったら宇宙が強い。ファーっていう顔してる人、絶対そうですね。このおっさん、また最後、うまいこと締めたな、みたいな。いいじゃないですか。これ、YouTube の動画やってると、
ものすごい画像なんだけど、プーチンと宇宙が戦ったらどっち勝つかっていう話してるの俺ぐらいやと思いない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 。う。いや、でも、プーチン、まあ、これ、みたいな。面白いな。でも、面白いな。でも、やっぱり、でも、原理と原則は変わんないので、最終的一な緒結で果はす。変わんないんですね。一緒。で、どう見ても最後は一緒みたいな。結果は結局必然なんで、もう決まってるんで、偶然なんてないんで、絶対必然なんで、結果はすべて必然なんで、はい。そうです。偶然は一切ないですよ。偶然は偶然の産物は絶対ないんで。そうです。そのためには点とつながる受信装置をもっとそう、その代わり、そのための結果は必然なので、だからそのために準備をしないといけないんですよ、これは我々は。まあ、今日はええ締め方してやろう。もう一回言うけど、まあ、プーチンと宇宙と戦うかどっち勝つかなんて言うの俺ぐらいやでた。はい、わかりました。じゃあ、ぜひコメントでどっちが勝つか書いてください。これちょっと訳させてロシア人にお願いします。向こう流させたのかな、ロシア人にこれ訳せ。そうですね。略してほしいですね。俺ロシア人友達いっぱいおるから。はい、略してください。まあそんな感じで 今日はこのはい、辺で。じゃあ今日はありがとうございました。また来週もよはろしい、くお願いしさよます。なそうら。です。お待ちしてます。はい、失礼します。